一番1番男の人と女の人が話しています2人はいつ映画に行きますか映画を見に行きませんかいいですね私の暇な日は日曜日だけですがじゃあ日曜日に行きましょうあでも。 今度の日曜日は10日ですよね11日はテストですよテストが終わってから行きましょうそうですねじゃあそうしましょう2人はいつ映画に行きますか 2番 2> 学校で先生と学生が話しています。学生はこの後何をしますかりんさん、作文は終わりましたかすみません。まだです。家に帰って、今晩書いて、明日持ってきます。いいえ、今。 ここで書いてください。私は4時まで学校にいますから、書いて持ってきてください。はい、あのー、どこに持って行きますか？私の部屋に持ってきてください。待っていますよ。学生は、この後、何をしますか？ 3番男の人と女の人が話しています女の人は明日何時に駅に来ますか山本さん明日は駅で会いましょう何時にしましょうか電車の時間は8時ですから5分前でいいですかでも 朝は駅がとても混んでいますからもっと早くしませんか?」じゃあ10分前に行きます「女の人は明日何時に駅にきますか?」。 4番男の人がお店の人と話しています男の人が買う切手はどれですかすみません200円の切手を2枚と50円の切手を3枚くださいはいあすみません200円の切手は1枚しかありません 百円の切手を二枚でもいいですか。はい。それでいいです。男の人が買う切手は。どれですか。五番。家で。 女の人と男の人がパーティーの用意をしています。男の人は何を買ってきますかパーティーまであと2時間ですが、掃除は終わりましたかええ、もう終わりました。ケーキも買ってきたし、飲み物も冷蔵庫に入れてあります。あとは料理だけです。は。 テーブルに置く花を忘れていましたじゃあ買いに行きます料理はお願いしますね男の人は何を買ってきますか六番。 家で女の人が話しています。玄関はどうなりますか玄関は掃除してありますからスリッパを並べてください。今日来る人は4人です。それから靴箱の上に絵を置いてください。動物の絵じゃなくて花の絵です。 玄関はどうなりますか7番。駅で女の人が男の人と電でで話しています 女の人はどのバスに乗りますか今駅に着きましたそうですかじゃあ8番のバスに乗って桜郵便局というところで降りてください10分ぐらいです一番のバスですね駅の前の家違いますよ8番ですああ。 はい、わかりましたああそこのパン屋でケーキを買っていきますねありがとうございますじゃあ郵便局の前で待っています女の人はどのバスに乗りますか 問題2問題2でははじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 一番男の人と女の人が話しています2人は駅まで何で行きますか時間がありませんね駅までタクシーで行きましょうでもタクシーは高いですバスの方が安いですよそうですねでも バスの時間がわかりませんあバスが来ましたよちょうどいいですね走りましょう2人は駅まで何で行きますか 2>, 2番天気予報を聞いています明日の天気はどうなりますか今日は暖かくてとてもいい天気でしたね明日金曜日もいい天気ですが土曜日は雨になるでしょう日曜日は雨は降りませんが曇っていて寒くなります 月曜日も同じです洗濯は金曜日にした方がいいですよ「明日の天気はどうなりますか?」。 3番？学校で女の人と男の人が話しています。女の人の家の近くに何がありますか？佐藤さんの家は学校に近くていいですね。うちは遠いので大変です。でも近くにお店がないので買い物が大変です。 私もそうです家の近くにお店が欲しいですよねでも山田さんの家は駅に近いから便利でしょ女の人の家の近くに何がありますか 4番？店で男の人と女の人が話しています。女の人はどの犬を買いますか？どの犬がいいですか？みんな可愛い,いですね。うん。あの子いいですね。足が短いの？ああ、あれですね。 白いのええ右の耳と前の足が黒いのですとても元気な犬ですよあれにします女の人はどの犬を買いますか 5番女の人と男の人が話しています女の人は昨日何をしましたか女の人です昨日は雨でしたねええー、日曜日はいつも散歩をしたり洗濯をしたりしますが昨日は雨だからできませんでした だから朝から晩まで家で勉強していましたよ私もそうですああでも夕方買い物に行きましたけど「女の人は昨日何をしましたか?」。 6番？店で女の人と男の人が話しています。男の人は何を買いますか？あのシャツを見せてください。はい、白いのですね。どうぞ同じ形で黒いのはないですか？黒はないんですが、青はあります。 ああそうですかじゃあいいですありがとう男の人は何を買いますか 問題,3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。 1番 1> ケーキが買いたいです。何と言いますか 1, ?1 すみません、ケーキを買いましょう。2, 2このケーキをください。3このケーキを買ってください。 2>, 2番朝家を出ます何と言いますか 1, 1ただいま 2, 2失礼します3行ってきます 3番友達が荷物を持ってドアの前にいます。何と言いますか 1, ?1 開けましょうか ?2 つけませんか ?3 閉めてください。 4番ズボンが買いたいですが長いです」なんと言いますか? 1「1あまり短くありません」2> 2「2少し短くなってください」3「3少し短くしてください」 5番、子供が病院で遊んでいます」「何と言いますか?」「1うるさいですよ」2> 2「2大きいですよ」3「3有名ですよ」 問題,4問題4は絵などがありません文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください1番「明日学校に行きますか?」 いいえ休みですから。2> 2はいいってらっしゃい。いいえ誰もいません。2>, 2番 ありがとうございました。一。いいえ。どうしました? 2> 2。二。いいえ。どういたしまして。三。はい。どういたしました?。三番。 その本を貸してくださいませんか ?1 はい、借りてください。2, 2これは私の本です。3いいですよ、どうぞ。 4番、本田さんはいますか ?1、1> もう帰りましたよ。2>, 2、図書館にありますよ。3、本はいりませんよ。 5番りんごはいくらですか 1, 1 3つです 2, 2 100円です3食べに行きます 6番、駅まで何で行きますか1、3分です。2、2> はい、何ですか3、自転車です。